ヤヌシュ一世スタル氏は、マゾフシェ諸公の一人で、ワルシャワ公。マゾフシェ公シェモビト三世の長男、母は、オパバ、コーミクランシュ二世の娘エウフェミア。スタル氏は、年長者を意味する一象で、同盟の息子との区別のために付けられる。父は両国を、ヤヌシュ一世とその弟シェモビト四世の二人に、分割相続させた。ヤヌシュ一世は、ワルシャワ、ヌル、ウォムジャ、 シェハヌフ及び、ロジャンを領有した。1374年には、ザクロチームを、1381年には、チェルスク、リフ及び、ビショグルトを相続している。1376年、ヤヌシュ一世は、リトアニアのケーストゥティス大公の娘ラヌテと結婚した。こうした、遠赤関係もあって、義兄のビータウタス大公とそのいとこのポーランドを、 ヨガイラとの間の朝廷役を務めている。1386年、ヤヌシュ一世はポーランド王の世襲の風神となり、1391年にポドレ公の称号を授けられている。1406年には広告の首都をチェルスクからワルシャーに移した。1409年、ヤヌシュ一世は自分の総主であるブワディスワフニセイと、 ドイツ騎士団との戦いにおいて、前者を支援するため、騎兵の一団を、ポーランド国王軍に提供している。そして翌1410年には、恒例にもかかわらず自ら騎兵隊を率いて、グルンバルトの戦いに参加した。ヤヌシュ一世の三人の息子はいずれも父より先に、没したため、両国を引き継いだのは、孫のボレスワフ4世であった。1376年、 リトアニア太古ケーストゥティスの娘ラヌテと結婚し、三人の息子を設けた。ヤヌシュボレスは不婚だと。ありがとうございます。